リサさん、立ち位置入ります。じゃあお願いします。2021年の秋はテレビや映画の大きなタイアップが4曲立て続けにリリースされたんです。このソードアートオンラインのように長年主題歌を歌わせてもらってると、もう作品の家族の一員だから責任重大ですよね。